食べれねえってばよ。そう思うのがまともだろうな。もう興奮したら余計に腹が。だがあいにくこの町ではまともなやつの方が珍しい。あー来たー。人違いか。悪かった。俺はてめえが嫌いだ。何？なんだやっぱお前か。文句あんなら作り笑いなんかしてねえで正直にはっきり言いやがれ。お前ら何やってんだ。旗盗まれたんだろ。早く取り返さねえと。早くこらほどけってばよ。なんでサニー号に乗ってんだ。カナビ撃ったのにまだベラベラ喋って、お前ムカつく。自分でも不思議に思うってばよ。ちょっと待ってくれ。わかった、正直に話す。何もかも友達だったらどうしたんだよ。俺の手にかかりゃ、どの一人や二人くらい、どうってことねえんだよ。みんなが恐れる大盗賊、別の盗賊に奪われた。正直に。すごい、無敵奴隷クバが、ついにお父上様のもとに。なんだってばよ、怖いとこばっかしか見せらんなくて。もう復讐で殺し合うようなことしたくねえんだ。俺の、ん？仲間になれよ。はあ？なんだって？なんだそうか、弟をコーティングする師匠か。そんな小声じゃ聞こえねえってばよ。大きな声で言ってみろって。火影になるのは俺だってばよ。師匠か、海賊王になる男だ。おい、それは一体どれほど美味しいお肉なんだ。しょうがねえ、分かったでござるよ。俺には関係ねえ話、